撮ってんの。ありがとうございます。おやおめどうも。おい。おやすみ、おめでとうございます。やばい。やってる。やってる。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ね、2024年はね、どうしてこうかなって思ってるんですけど、まあでも2024年は、まあとにかくまずアルバムを出さないといけないんで、とにかくそれに向かって頑張って、あ、告知、ニューロログインしてくんね。ニューロログイン。うん。はい。あれ？いい絵を撮らせねえぜ。ぽいやつ絶対撮らせない。めっちゃぽいやつない。絶対ない。ぽい。ぽい。ぽい。何時じゃんすか。2024年1月2日だよ。三が日って何。三が日とはお正月の最初の3日間、つまり1月1日から1月3日までを指します。この時期は新年を祝い、家族が集まって過ごす大切な時間とされており、神様が年の初めに人々を訪れるとされています。ってことは逆に言えば、まあ、家族みたいなもんじゃん今が集まって、で神様がこのレコーディングに来てる。そういうことです。で2日でしょ今日、はい、明日3日で、明日まで神様いて、でまあ多分今日明日でベースドラム、ギターキーボードか取って、で4日1月4日に多分林さんが触れるかなと思ってて、だからサックスの時だけ神様いないから、うん、サックスの時だけちょっと神様いないけど、林さんが神様だとしたら、林さん1月4日帰んないといけないからサックス取れないね。ベース中心の話だけど、うん、まあ、ここのレンジはなんかこうどっか間引いたりはするとして、うん、ちょっといいか、ベースタイムで聞いていい、うん、あ、でもなんかやっぱ多分隙間あるよね、うん、多分ここと、うん、意外と俺今の音色面白くて好きだなと思って、うん、さあ、ベードラ下げてくる。あ、てかドラムかな。案外ペースのといいかな、これで。うん。どう思う、これ。全然いいと思う。難しい。よいしょ。難しいわ。え、もう音色をもうずっと練ってる。ここに、多分誰よりも時間をかけてる、誰よりもってことはないけど相当時間をかけてるバンドな気がする。だからミックスでいろいろ変えられるとこあるけど、まあ、こう
限界があるじゃん。最初にこう音像をもうちょいより詰めていくと、こう育成できることもまあ増えるし、最初そのイメージでこうある程度音の住み分けがいいものを作ると余計なものを入れなくて済む。いやいや、この曲の、まあ、見どころ、レコーディングの見どころだって言ったから、レコーディングドラムじゃない、めっちゃ難しいんだ。なんかリファレンスがあんまない感じです。まあそうだね、この曲はなんか実は結構早くて、でも早いと感じさせないフィールみたいな。これをそうちゃんがビートでズンタンドクタンってやって、俺が8ビートでやったら多分みんなめっちゃ早ってなる。こういうフィールというか、なんかこう、なんていうんだろう、もうちょっとだから一応ダンスミュージックの域を超えてない、いや言い方が変だな、ダンスミュージックにしてる。何もわかんないんだよね最近。早い曲とか遅い曲とかさ、まあ体調にもいるしね。みたいなのは遅いなとは思う。まあ間はね、まあでもそろそろね、テンポって別に本当数字じゃないんだよな、こうなんか難しい。音決まりました、はい、音が決まりました。おめでとうございます。バウンド方だけちょっともらっていい？はい。でも俺はことよろとは言ってない。じゃあだから俺の方がことよろで一枚上手ってことなんですよね。明けおめ止まりの音なわけですよ。すごい怖いよ。明けおめの俺はね、ことよろもでできちゃう。ベースの音色ダウン、ほぼこれいいんじゃないかな。俺は今のテイクと歌詞だけパンチしたいなって感じだけど、もう一テイクだけやって今のと次やるので選ぶかな。ちなみにさ、チャイ Q を兼ねてさ、ここまでのテイク先に選ぶ。それもいいんじゃん。これは36テイク、そこだけにやってるわけじゃないですかね。さすがに。そうだ、6テイク目ぐらい。はいはい、6テイク目。ありがとうございました。36。最新？うん。後半も？後半も。じゃあ、でも俺も36、36のなんかちょっとフレーズかぶりしてるとこ決めて。36もう一回聴いていいじゃん。はい。あの、ファンクからいいや、ファンクからでいいや、うん、今ってさ、あれか、バックビート入れたままいってたから、ドクッ、ドゥン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 、ってことか。それ入れないとどうだろう。ドゥン、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 バン、ドゥン、ドゥン、バン、バックビートかな、折り返し選手やし、うん、ちょっとレゲエみたいな抜き方やる、はい、なるほどね。お茶足りてる音してた。ベースの弾き方を今最新超適当にタイトに弾、なんか最初の方がタイトで、タイトの方がなんかグルーヴいい気がしてきた。なんかこう
逆に一緒に撮ってた時はもっちりやろうと思ってドラムに対して、割と音感もそこまで短くないんだけど、今最新やった時は結構タイトに弾いてて、なんかそっちの方がいいかな、なんかって感じがした。うん、前半は俺これでも良い、うん、後半はもちろん後半を後半もこのまま使って一番最後のフィルを最新、うん、まあ俺はあとベースイントロで OK、 そうちゃんはシンバルパンチか、一回一回食って、どうぜ、もう一応あれだよね全部こうあれしたよね、見てしよう、一応ね